美味しいよこれって1500ぐらいしかなかった。全然美味しくない。マジ覚えてる。じゃあね、みんな前回の動画たくさん見直したはず。じゃあよっしゃー、1回戦第3試合、 1P が客のカルル、 2P 側が R1 のノエル。飛びながら当たり込み、ここでペースを握ったと思われますが、姉さんのタイルがちょっと気になるところですね。攻めを中断、コンボを決めて画面端、ベランキラで中断立っている。スライディングもガラして落下。いやー、一瞬の気をついて、ま、毎週の空振りにゲラに割り込んで、ここで気になるのはカルルのガープラですが、そこは距離を取ってなとか。おーっと華麗にかす、これが R1 ですね。先制尽くせ、バレットレインまで決めて、攻めます。いやー、離れてしまった、バーッともない。これは下の方でアニマが漏れて、わからないよ。ここへラップ取り、あれこれは、え、あれ、いやー、いろいろありましたね。はい、いろいろありました。はい、今週は真面目に実況しようとこうに誓ったんですが、やっぱり R1 センスが良くないようですね。いった、そばからコンボミスる。これ、ハウスを出して、カーリフに回復して、下がゲランで止めて、ここは普通の空中コンボですね。とりあえず姉さんの体力を回復っていった感じでしょうか。中距離で様子見しているが、そこはおっぺけバレルで、あ、姉さんが無事に全開しましたね。4-2 の裏側が当たって、まあこれも挟み込みではないですね。今のは完全に姉さんのワープを読んで反対側に飛んだとしか思えないぐらいの、もうこれバスト曲がって、バッシュカウントからマゼルまで決めて、これはゲージもありますね。ケンニルで R1 の1本取り返していって、名筐体またシバング。じゃあ、ワテたい羽根、ワテたい羽根いきましょう。はい、B 筐体じゃあ羽根もういるんで、あ、お願いします。ここで R1 先生が挟み込まれて、前に当たって、ここは空中出してるから、いいな、いいな、空中出してる、俺も空中出ししたいよ。センサーネットして華麗にかわせ、いちいち置き方がかっこいいですね。スライディングカウントだって、たまるコースト、これで R1 のバーストがダメだね。体力は若干体よりか、突っ込んで、おっと、青ビートだ。いやー、これはでもとはいえ体力が逆転です。さあ、こっからどうなるか、くたくたく、ハンドラー立って伸ばさない、挟み込み失敗して、カウンターサルトで走り逃げる、くたく投げが飛んで、カウンターサー逆転勝利、勝ったのは逆カルル。いや、ごめんなさい。はい、じゃあ